はい、こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、3回目になるかな、1回目と2回目の間、なんか微妙な切れ方してましたけれども、一応今日でこれで3回目ということで、続きをね、書いていきたいと思います。前回この床の接しているところ、そこの結構光ってるところを強く書いてたと思うんですけど、まあこんな感じのね、明るいところを重点的に今下だけ書きましたが、続けて今度はグラスの上の面、縁の部分ですねも書いていこうと思いますと言いつつ、このあたりもちょっと作業しておきましょう。なんかすごく目立っているというか、ギラギラと光って見えているところがあるので、ここもちょっとね、作業しておきましょう。こんな感じですかね。まあ何度も言いますけれども、ホワイト使う前に、ホワイト使う場所には鉛筆が乗ってないっていうのが前提なんですね。なので、鉛筆の調子が、ホワイト使おうと思った時にね、鉛筆の調子が乗ってるところがあったら、そこは先に練りゴムで、鉛筆の調子を落としておいてからホワイトを使うようにしていきたいと思います。すごくね、こう細かいというか狭い部分を描かなきゃいけない時には、ちょっとそのね、鉛筆が黒色が乗ってんのか乗ってないのか判別しにくい場所あると思うんですけれども、なるべくよく見極めて黒の上に白を描かないようにね、気をつけていきたいと思います。はい、こんな感じでしょうか。ここら辺少しね、こう細かくて分かりにくいですけど、グラスの底の部分ですね、すごく底が薄いガラスなんですけれども、設置してる部分、ガラスの底の部分、そして、まあ、なんて言うんでしょう、レンズ効果っていうんでしょうか。光をこう集めたり拡散させたりしている、この、ここは床なんですね。床がうっすらとこう発光したような、光ってるような感じに見えているところ。はい、ここの部分ですね。そこもしっかりと書いていきます。あと、練りゴムの使い方ですけれども、今みたいに、こう、押し付けて吸い取るような、ただ擦るだけじゃなくて、吸い取るような使い方もいいと思います。なるべくこう、紙をね、いじめたくないというか、痛めたくないので、ちょっとこう、押し付けるような練りゴムの使い方、対応します。どうしてもやっぱりこう、強く、力強く擦りつけると、紙がね、目が潰れてきちゃうんですよね。なので、なるべく紙を傷めないように、慎重に進めていきたいと思います。はい、このあたりは紙のグレーをそのまま利用して大丈夫そうですかね。このあたりからなんか光が拡散して、ちょっとこう、扇形というか三角形みたいな影がうっすらとね、こう見えてくる。まあ、今回グラス初めてこの動画でね、描くんですけれども、あまり神経質にならずにガラスらしさが出るように、まあ、そのことをね、目標に、進めていこうと思います。細密描写っていうか、まあ緻密に描けば描くほどガラスの滑らかさとか雰囲気もっとよく出るんでしょうけど、まあ今回は大体の感じが出れば、まあそれ以上は追求しないでおこうかなと思います。まあ好きなだけ皆さんはね、描いてもらえばいいと思うんですけど、好きなだけって好きなだけ時間をかけて自分がこう納得するまで書いて
もらえばいいと思うんですけれども、この動画ではね、そこまで、やってると無限に時間がかかってしまうので、まあ、こんな感じでね、はい、大体の感じでいこうと思います。はい、下の方にばっかり気を取られて、上の方はなかなか手が入らないんですけれども、ここからちょっとね、この水面の部分、描いていこうかなと思います。水面の形はどうかな？大体良さそうですかね。この辺から、水面の向こうの端ですね。カップの縁、グラスの端の部分。そして、全体を通して結構暗く見えているのがこの辺でしょうか。右の端の縁のちょっと手前の部分。はい、この辺ですかね。ここは結構暗く、強く、シャープに見えているかな。で、今使ってる鉛筆は、マルス・ルモグラフのブラック 6B ですね。結構ね、これ使い心地いいので、2B、4B、6B、8B のセットだったかな。いいので、この6B ね、結構気に入って使い続けています。黒色がね、結構シャープに出るのと、筆圧を弱くすると淡い調子も結構コントロールが効きやすいので、いいと思います。皆さんにもおすすめします。はい、こんな感じですかね。ここはちょっとね、周りを、バックをちょっと調子をつけておこうかな。この部分ですね。グラスではなくてグラスの外側。周りを少し調子を落としておこうと思います。タッチの向きなんですけれども、やはりテーブルなんで、水平面を意識して、ちょっと水平な感じに。といっても、まるっきり水平じゃなくて、若干こう右上がりとか左下がりとか、上から見下ろしてるんですが、少し角度をつけて、調子をつけておきます。で、ガーゼでなぞって、ガーゼでなぞると、境界線があやふやになるというか、グラスの内側にまで調子がついちゃうんですけど、まずはベースになる床面ですね。床面のトーンを優先して、先に、床の調子を決めておきます。はい、タッチはなるべくこう密度を上げてですね、すだれみたいにならないように、鉛筆の腹を使って、大きく、柔らかく、調子をつけておきます。その上で、ここの場合は内側ですね。内側がちょっと明るいというか、髪の色。これちょっと色目間違えてましたね。濃いねずとか言ってた気がするんですけど、鉛色。確か鉛色っていう、色名の紙だった気がします。はい、こんな感じで、ここからがバック、床ですね。そして、ここまでが床で、床のトーンをちょっとだけね、紙よりも少しだけ暗めに。設定しておいて、グラスの方がそれよりも明るく見えている。グラスの色は、まず紙のグレー色を活かすようにしておきます。あ、ここはもう、あれですね。境界が見えないというか、テーブル面とほぼ同じに、ここですね。ここはテーブル面とほぼ同じ、ほとんどガラス。なんですけど、鏡みたいな感じで、バックの色が、ガラスの側面に映り込んで、ほぼ鏡みたいに境界が見えないような感じに、ここあと1ミリくらいあるんですけれども、床の方が結構上の方に行くにつれて明るく見えてるのかな。はい。で、時々こう斜めからね、斜めにして垂直というか、ここが直線になってるかどうか、しっかり確かめましょう。
はい、こんな感じですかね。形のね、境目が見えないところは見えないように書いていきます。境界がないように見えたらないように仕上げていく。はい、こんな感じで、次はどうしよう。ここから、少し内側書いてみましょう。ここら辺書いてみましょう。そしてここの縁もちょっと書いてみましょう。ここはホワイトでちょっと明るく強く見えてるかな。ここですね。はい、少しずつ慎重に明るさを入れていきます。で、ここは紙と同じ色が少しあって、それから、水の水面ですね、水面がこんな感じで、多分いろいろな光が反射してちょっと複雑な形状になっていますけど、大きな流れとしてはこんな風に、はい、こんな風に少し明るくなっていくと。はい、ここは水面の方が少し明るいですね。ここはね、ここは水面をちょっと明るくしながら、際を決めていきます。はい、白色と鉛筆の黒が接することはあっても、上に被さることはないって何度も言ってますけど、そのルールはね、徹底的に守るようにして書き進めていきましょう。で、ここが超強い色が、まあ、光ってるところです。発光して、ピカッと光って見えてるところが少し見えてるかな。はい、こんな感じでしょうか。あと、ここも、あれですね、ちょっと、日が暮れて、室内の蛍光灯が今、ちょっと強く見えるようになってきたんですけど、そしたらこの辺も、最初髪の色と同じくらいかなと思ってたんですが、意外にこれちょっと明るいですね。そしてなんか不定形不思議な光が少し入ってくると。このね、謎の形とか謎の光とかも、あまりその、一体何だろうってこう考えすぎずに、まあ正直に頭をね、左右にちょっと振ったりしながら、その映り込んでいる、反射している光を、まあ正直にね、トレースしていきましょう。もちろん何なのかってね、探っていくのも大事なんですけど、まずはその現象を受け入れて、あ、こんな風になっているんだっていうのを受け入れてね、それをなぞっていくっていう、そういった姿勢で、現象をね、よく観察して、で、なんかね、書いていくうちに秩序が見えてくることよくあります。で、その時ね、すぐに気づかないんですけど、後で、あ、実はこれってこういう理由があって明るく見えてたんだとか、暗く見えてた理由はこれだったのか、みたいな、そういったね、ルールとか秩序みたいなのを後でね、だいぶ経ってから気づくことも多々あるので、その時に原因がわかんなくても、なぜそこが明るく見えてるとかね、原因が特定できていなくても、そんな悲観することはないです。頭で、書くというよりも、その目で見た現象に、筆先というか鉛筆の先が即ね、反射していくように、描くっていうのをね、こう鍛えていってください。目と手が、見たところが即ね、描けるようになるっていうか、目と手が一致してくると、描くこともね、非常にこう楽になってくると思います。はい、こんな感じですかね。もうちょっと手前まで、この水面のハイライト、つながってるかな。で、結構ね、ここはね、移り変わり激しいんですよね。明るいと思ったら次暗くなっていて、で、またここから少しね、明るさが、
シュッと入っていたりして、結構忙しいですね。この両方の黒と白を同時にこう使っていこうとした時に、頻繁に持ち替えながらですね、頻繁に持ち替えながら書いていくことになります。あと結構私この先端使って描いていますけれども、先が丸まってきたらその都度カッターで尖らしてくださいね。先端丸まったまま描いていくと、どんどんシャープにするために筆圧が強くなって、その無駄に筆圧が強くなってもエッジが立たないというか、シャープなエッジが描けなくなってきたら、それは筆先というか鉛筆の先がなまってる証拠なので、そういう状態で描き続けても絵がどんどん眠い感じというかね、鈍い感じになってきます。なので筆先がなまってきたら、鉛筆の先が丸くなってきたら、ちょっと筆圧強めに描いてるぞって、できれば自覚してほしいんですけど、そんな風になってきたらその都度ね、固着せずに削りましょう。でその都度削るの嫌な人は、同じ鉛筆、鉛筆だったらよく使う鉛筆は、複数本用意してもうすでに削っておくんですね。で、途中で削らずに済むようにというか、持ち替えて書き進められるように、やっぱり気持ちが乗ってる時っていうのは鉛筆削る時間ももったいないっていうか、それよりもこう書き続けたいというかね、今この感じで乗ってる時っていうのは、どんどん手を動かしていきたい時に鉛筆削らないで済むように、最初にね削ったのを用意しておくといいです。受験生なんかは結構ね短い時間で書かなくちゃいけないので、試験本番始まってから終わるまで鉛筆削らずに済むように複数本読箱に鉛筆用意して持ってったりしますけど、そんな感じで自分が描く時の気持ちが途切れないようにっていうかね、書いてるコンディションに合わせて必要な本数の鉛筆は用意しておいてください。はい、こんな感じでしょうか。ここはちょっと暗いですね。で、暗い鉛筆を使うときには、その前に、最初に、つけていた不要なホワイトを少し落としてから、取ってから鉛筆を乗せていく。ただ鉛筆乗せる前に、紙の明るさというか、このグレーのトーンよりも暗いのかをちゃんと確かめましょうね。紙のグレーで賄えるというか、紙のグレーくらいがちょうどいいっていう場合も結構あるので、周りに比べて、ホワイトの隣って結構ね、暗く見えがちなんですけど、本当に暗いのかどうかは、絵の中の一番暗いところ、今回の例で言うとここら辺ですかね、こことかここ、そこに比べてどの程度のトーンなのかを見極めるようにしていきましょう。この辺も少し暗いかな。なんか不思議なこう歪んだくねくねした形があちこちにね、グラスを描いてるとこう見つけられると思うんですけど、その変な形を正直に追っかけていく。変な形だなと思いながらね、こううまく名前つけられるような形じゃないので、正直に追っかけていく。あと今これから縁をねある程度整えようと思うんですが、縁の形を描くときに輪郭線全部を引くんじゃなくて、暗く見えるところだけを描く。暗く見えないところ、線がなくなって見えるところはなくなって見えるように仕上げていきましょう。あと縁が、外側の縁を描いてたはずが、気がついたら内側になってたりとか、よくあります。例えば今ここは白い明るいところの上側は、これ内側の縁がちょっと暗いですね。そして外側の、ガラスの厚み分ですね、
外側の縁もちょっと暗い。ここはそんなところです。だけど場所によってそう見えないところもあるので、ここはどうだろう。ここは厚み分全部が暗く見えてるかな。はい、こんな感じですかね。ただあまり黒くしすぎないように注意して、線が伸びていくと今度は下の縁に変わるんですね。この辺りは白いホワイトを使って、はい、この辺りもホワイトですね。この水面内側はちょっと白く見えている。下側が、ちょっと黒くて濃くて、上半分というか水面側は白く、なんか発光、光ってるような感じに見えてる。そしてなんかこう、この辺はギラついてますね。特に光っている、こことここはすごく光っている。ギラついて見えるところはそういうふうに描いていきます。こんな感じですかね。はい、だいぶ丸くなってきました。これ後でちょっとね削ります。今ちょっとね、一気にここまで描き上げたいので、淡い明るいところをちょっと調子をつけておきます。紙よりも明るいところを見つけて、そこに限って調子を乗っけていっています。あ、だいぶあれですね、この辺は鉛筆を一回研いでからじゃないとうまく乗らなさそうな感じですね。はい、無駄な筆圧はね、強くしすぎないっていうか、乗りにくい時は鉛筆の、ホワイトのコンディションを整えてから作業するようにしましょう。はい、ちょっと丸くなってきたんで描きにくくなってきましたね、ここね。はい、とりあえずこんな感じで、一旦ね、ここで、鉛筆を削ってこようと思います。それではまた後で。